はい、だいたいできて、配管もちょっともうつなげてる部分があります。ここはもうつなげてしまいました。わかりにくいですね。ここですね、ここなかったところが一つ増えています。こういう感じで、で、ここですね、ここもあのパイプがくっついてますので、一つで、ここも二つつながってます。で、これはですね、ここにネジが上がって、ネジを、ここにパッキン入ってあるんで、軽く止めるだけで、止まります。こういう風になってますんで、これもこれで出来上がりです。あとあのここにシリコンを塗って、あの頑丈に止まれるように やりたいと思います。で、あとですね、ここ穴が開いてるんですけれども、これですね、ここにくっついてこういう感じになります。でネジで止めるんですけれども、あのネジで止めるここの間にパッキンを作らないとダメなので、パッキンの作り方簡単に説明したいと思います。ですね、これと同じものがこれです。でこれをですね、まずここに合わせて線を描きます。で、あと描けたら次ですね、これを中心になるように置いて、また描きます。で、あとですね、これ描いてるものに、分かりにくいですけど、描けてますね、ちょっと。これ、あ、これ分かりますね。で、ここをあと切ります。こんな感じでできました。そうですね。こういうふうに止まります。あ、止める方向はこうですね。こういうふうな感じで、後でこれを入れて、こういうふうに止めていくっていうのが正解ですね。あと、4枚いりますので、4枚作っていきます。はい、それではできたので、止めていきたいと思います。よいしょ。そしたらですね、パッキンをまずこいつとの間に入れます。で、必ず外にパッキンをつけてください。中には入れないように。にこうはやめてください。これやると水漏れ 100% しますんで。
よいしょ。これで出来上がりました。ですね、さっき調節してたのはちょっと分かりにくいな。これが当たっちゃうんです。まともにつけると。で、ちょっと角度をつけました。こういう感じですね。はい。で、出来上がりですね。次、シリコン塗っていきたいと思います。シリコンはですね、これを使いたいと思います。これなんですけど、一応ね、水槽使っても OK っていうやつなんで、それを使ってください。飼育水槽よ、飼育用水槽って書いてあるんで、これは使っても大丈夫です。で、他のやつで防カビ用のやつが入っているものがあるんですけど、それは使うと生態にちょっと悪いものが入ってしまってるんで使わないようにしてください。で、ですね、シリコンそのまま手で触るとですね、あとベタベタになって大変なんで、こういうビニール袋ですね、こういうやつを使って塗っていってください。そうしないと後が大変です。そしたら塗っていきたいと思います。はい、こっちももう、こういう感じでシリコンを入れちゃいました。はい、出来上がりです。で、あとですね、全部配管を止めて完全に閉めてですね、今のところ、出来上がり、ですね、これ説明するの忘れてたんですけど、ここ水槽のまあほぼ上も一番上に近いところに配管が、ついてあるんですけど、1、2、3箇所穴が開いてます。で、これなんですけど、このまま3本ともですね、くっついて向こう側に出ていってます。で、あれですね、この配管がそうですね、この茶、グレーというか、紺の濃いやつですね、まあ、黒に近いんですけど、それを伝ってどん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 こっち行って、今まだここ配管してないんですけど、ここに出てきますね。ここでつなげて、本当は外に出したいんですけど、水がもし万が一ですね、なんかの間違いで、水が溢れるようなことがあったらですね、当然このフロアがびちゃびちゃになってしまうんで、それをびちゃびちゃにならないためにその配管をつけてあるんですけれども、ですね、こいつそのまま外につなげるとですね、外の虫が そこを伝って入ってくる可能性が多々あるんで、ここはですね、もうこのまま室内のこの床にちょっと漏れた場合には垂れ流しということで、後でまあ水掃除をしましょうねっていうことになるんですけど、まあこれは致し方ないかなと思っております。で、大体ここで、ここまでで、一応あとまあポンプも設置、ちゃんとしまして、あとバレットの方ですね、バレット隙間
うんこ取り装置ですね、魚のうんこ取り装置をちょっと設置して、配管をしていきたいと思います。今日はとりあえずここまでで終わりです。ではまたねー。